岡緑は日本の歌手である。2002年に本名と同じ岡美里の芸名でテレビラジオに出演。2005年より岡緑に改名し演歌歌手として活動している。兵庫県姫路市出身。所属事務所はアービング。血液型は A 型。既婚。1984年7月26日、兵庫県姫路市で生まれた。5歳から民謡を習い始め、 小学5年生の時に出場した兵庫県日本民謡祭名人戦において史上最年少で県名人に選ばれた。これを皮切りに数々の民謡コンクールで優勝した。兵庫県立山崎高等学校3年生の時にオーディションに合格し、18歳の時にホリプロ大阪所属のアイドルグループホップクラブのメンバーの一人、岡見里として活動開始した。 同グループを2003年9月に卒業。演歌歌手を目指し、音楽の専門学校で歌を学び直した。2005年8月、シングル、おけさ渡たりどりで、丘みとして、演歌歌手デビューにこぎつけた。衣装は、演歌歌手としては、異例のへそ出しルックやミニスカートだったため、歌以外でも注目された。2010年から、演歌百選のアシスタントを務めた。同番組を、 たまたま見た、徳光和夫が気に、入り、2014年8月に、BS ジャパン、徳光和夫の名曲日本昭和歌謡人に、出演した。遺跡第一弾となる、霧の川をリリースすると、7月11日付の、オリコン週間演歌、歌謡シングルチャートにおいて第1位を獲得。2017年2月8日に発売した、佐渡の遊部へ、雨の木屋町が、 7月10日付のオリコン週間演歌、歌謡シングルチャートにおいて第1位となり、出荷枚数で自己最多となる8万枚を記録。年末には第68回 NHK 紅白歌合戦に初出場を果たした。2019年、日本とパラオ共和国の外交関係充立25周年、記念事業にてパラオ共和国で地震初の海外公演を行った。 2020年5月より YouTube どり公式チャンネルにて全力チャレンジ企画を開始。2020年10月7日、デビュー15周年を記念した自身初となるベストアルバムどり15周年ベストアルバムを発売。2021年4月27日、一般男性との結婚と第一子の妊娠が明らかになり、5月4日、正式に発表した。 10月4日、第一子女児出産を報告。デビュー直後に母に大腸がんが見つかり余命半年と診断され、入退院を繰り返す母に付き添うため一時活動を休止していた。2016年に姫路市観光大使、2018年に思想市観光大使を移植されている。2019年11月にパラオ共和国と姉妹友好提携を結んでいる。 兵庫県出身の歌手としてパラオ文化、音楽親善大使に就任。スキューバダイビングのライセンスを所持している。ありがとうございます。